準備が終わったらなんだあっちもチェックして俺の演出に文句あんのか準備できたようだなフィナーレまではまだ時間に余裕があるここで待つかそうかフィナーレの時間までには必ず戻れよオーディションの結果はその時に伝えるぜフィナーレの時間はすぐそこです。解放者役の衣装に着替えてしっかりと準備しましょう。悪くない勝利だ。舞台に役者が揃ったな運命を悟るんだな期待してみて運命を悟るんだなに役者が揃ったな解放を願うのか
るんだよ。何度やっても同じだろ。暇そうだな。潜入ツアーは廃業か。おお、いつぞやの姉ちゃんか。こりゃちょうどいいところに来てくれた。いや実はな、工場の中に魔物が大量に発生しちまってな。2匹3匹ならともかく、いっぱいいっぱいでもう俺らにはどうにもできねえ。で、発想の転換ってやつで、あなたも魔物ハンターレッツ討伐大作戦ってな新企画を立ててみたんだが。客を呼べそうな企画じゃないな。なあ姉ちゃん、あんたの腕でなんとかなんねえかな。あいつらをザザッと駆除してくれると大助かりなんだがな。もちろん参加費は格安に割り引いとくからよ。割引？金を取るつもりか。おっと、めっそうもない、無料にしときますよ。わかった、参加してみよう。とにかく手当たり次第に倒せばいいんだな。おお姉ちゃん頼もしいね。そうだ、どれくらい倒したかがわかるようにやつらの落とすアイテムを集めてくれ。他にツアーの注意事項は？そこは前のツアーと一緒だ。この先何が起きても保証なし、帰ってこれなくても恨みっこなし。以上、よろしくな。
えたな。さすがだな。ツアーの感想を聞かせてくれ。今後の企画に生かすからよ。微妙だな。素人には危険だろうが、私には歯応えが足りなかった。なるほど、物足りなかったわけだ。そんな姉ちゃんにはスペシャルチケットを用意した。選ばれた者だけが参加できる倉庫街でのイベントさ。倉庫街には俺の兄貴がいるからさ、そいつにチケットを渡してみてよ。当然危険なのだろうな。面白い。姉ちゃんの戦いぶりで俺の心も洗われたよ。それじゃあ俺はまた暇を持て余す人生を送るけど、新しい世界に生まれ変われたら脇役で終わらないように頑張るぜ。次の人生でも会えるように姉ちゃんの名前を教えてくれよ。俺はウェッジだ。ライトニングだ。覚えておこう、ウェッジ。Thank you.
いの祈りを、ひとたび夢を見ろ、散り果てろ。お待ちしてましたよ。お前がウェッジの兄貴分だな。いかにも、俺らはビッグス。この倉庫街で開催されるスペシャルショー、デスゲームの主催者さ。大げさなタイトルだな。大げさかどうかは参加して確かめてくれよ。参加してもいいが、条件がある。私がゲームを突破できたら一つ願いを聞いてもらう。え、何？賞金の増額とかですか？まあ考えておきますよ。誰も損はしない簡単な願いだ。私が勝ったら教えてやる。ああ、そちらの条件は後出しですか。ではこちらのルールも厳しくさせていただきますよ。約束を忘れるなよ。わかってますよ。その代わりライトニングさん専用ルールですからね。に踊るのも悪くない。戦いの舞台に上がってこい。私と踊る。剣の前に付き合え。また会えた。悪くない勝利。思い残すことはあるか。
話にならない。私の相手が務まるかな。残されし時を。剣の舞に付き合え。戯れに踊るのも悪くない。魂を駆り立てよう。
ライトニングさん、お疲れさん。俺感動して最後は泣いちゃったぜ。実は俺もだ。ビッグス、約束は覚えているな。ああ、男に二言はないからな。言うなり役なりしてくれ。デスゲームはもう終わりにしろ。え、なんだって？この倉庫街に朽ちた亡骸はデスゲームの客だろ。永遠の命に飽きた客たちが戦いの刺激に溺れ命を落とした。自業自得だが、これ以上ゲームの犠牲者を増やすな。俺たちは死なせたかったわけじゃない。お客がスリルを求めるから楽しんでほしくて過激になって、そして一線を越えたんだ。こんなことはもう終わりにしろ。おっしゃる通り、やりすぎたんです。人を楽しませる別の道を探すとします。敵役を務めてもらう。読まれる者と終焉を思い知れ。くらえ！解放を願うのか。くらえ！いらっしゃい。またよろしくね。またのご用命を。
バトンをいくら頑張ったって。一体何がダメなんだ？あ、聞こえちゃってました？実はその、あ、落ち着け。いや、そのお姉さんめちゃめちゃ素敵じゃないですか。ほとばしるオーラっていうか存在感、目を離せないその雰囲気、佇まい、そんな風になれる秘訣が知りたいです。急に秘訣と言われても、まったく本当に落ち着きがないんだな。すいません、興奮しちゃって。実は自分の影の薄さに困ってまして、ここでバトンパフォーマンスをやっていても誰も見ていてくれないんですよ。バトンの腕には自信があるんです。でも注目されなきゃ芸人としては意味ないですよね。客の注目か。とりあえず見た目だけでも派手にしたらどうだ？ああ、それがですね、うちはバトン修行ばっかりやってきたせいで、おしゃれに関しては本当疎いんですよ。私もかなり疎い方だな。いやいや、お姉さん素敵ですよ。うちなんか自分のどこがまずいのかもさっぱりわからなくて。そうだ、お姉さんのセンスでデコレーションを集めてきてくれませんか？たくさんのデコレーションを見られたら、うちのファッションセンスも花開くかも。あまりセンスに自信はないが、集めるだけならまあいいだろう。本当ですか？ありがとうございます。世界にデコレーションがどれだけ存在するのかうちにはさっぱりわからないんですが、適当に集まったと思ったら店に来てもらえますか？よろしくお願いします。デコレーションは店で買ったり人にもらったりして入手できます。いくつか数が揃ったら彼女に店に来ましょう。わあ、いっぱい集まりましたね。どれどれ、ちょっと見せてください。あ、ビッコーンと来ました。ひらめきましたよ。ちょっと着替えてきますんで待っててください。なってますかね。ああ、良くなったんじゃないかな。ありがとうございます。でもまだまだですよね。まだ派手さが足りないって自分でも分かってます。お姉さん、申し訳ないんですけど、もっと集めてきてくれませんか？さらにアイデアがひらめきそうな気がするんです。お願いします。お姉さんが頼りです。キラキラが大量ですね。ちょっと見せてくださいよ。あ、ピコピコーっと来ました。またひらめきましたよ。ちょっと着替えてきます。覗いちゃダメですよ。かなり人目を引くな。これなら客も注目するだろう。でもまだお姉さんのようなオーラは。あれをこうしてアレンジして、お姉さん大変恐縮なんですけど、もっともっと集めてきてくれませんか？
究極のファッションがあと少しでひらめきそうなんです。お願いします。お姉さんが頼りです。さて、あっ、ビビビビビコーン、究極のひらめきが来た。というわけでファイナル着替えタイムです。期待してしばしお待ちを。ここまで派手でいいんだって気がつきました。そうだな、なんだか頭がクラクラするが目が離せなくなったのは確かだ。まあそのインパクトはすごいな。ああ感じる、たくさんの視線を、みんながうちを見てくれてる。さあご覧ください、究極のバトンパフォーマンスですよ。デコレーションが集まってしまいましたね。せっかくですしライトさんも着飾ってみては。あんな風に。あのセンスを超える自信はないな。美食のエリアの市場にチョコボガールがいたよ。なんかの宣伝かな。フィナーレの時間が主演女優を待っていますよ。いらっしゃいませ。キャンディーちゃん、いい笑顔でバトンするようになったな。あなたのおかげですよね。ずっと見てました。こんなにギャラリーが集まりました。お姉さんのおかげです。フィナーレの時間まであと1時間です。解放者役の衣装に着替えてしっかりと準備しましょう。いい、準備できたようだ。ここで待つか。Thank you.
よし、めかし込んできたな。オーディションは合格だ。舞台の準備も万端だ。始めるぞ。その前に話がある。スタッフや出演者も全員舞台裏から避難させろ。当然あんたもだ。舞台にいれば死ぬことになる。なあ、そうだろうな。火薬の量を増やして舞台を爆破、倒壊させる計画なんだろう。見抜いていたのか。俺の舞台だぞ。あんたの指示通り花火を足したらどうなるかすぐにわかる。舞台装置が倒壊すれば役者や裏方の身が危ない。そうはさせんよ。計画失敗か。誤解するな。あんたの持ち込んだ火薬は多すぎたから量を調整しておいた。舞台は派手に崩れるが怪我人は出んから安心しろ。何だと。毎度毎度同じ劇の繰り返しで飽き飽きしていたんでな。ハプニングこそ大歓迎よ。大いに期待しとるからな。最高の芝居を見せてくれ。つまらない出し物にはできないな。さて、そろそろあんたの出番だ。こんなに楽しみな舞台は何十年ぶりだろうな。この俺の想像を超える解放者の物語を演じてみせろ。演じるまでもない。解放者なら本職だ。この舞台にふさわしい小道具を用意した。さ、使ってくれ。ありません。神よ、どうかこの地に祝福を、人々に安息の日々を。そなたはまことの解放者、人を導く救いの星となれ。輝ける神の名のもとに灯火を掲げ、暗闇を照らそう。
偽りの神などに従うものか。人を惑わす虚構の神は。警備状況を確認。部隊の混乱に気を取られて、宮殿の方は手薄です。潜入成功ですね。予想以上にうまくいきました。あの男の協力があったからだ。お前の計画通りに火薬を仕掛けていたら大惨事になっていたところだ。すみません、あれは反省しています。ところで、主役を演じてみての気分は？本当に反省しているのか？はい、失礼しました。ライトさん、宮殿の上層を目指してください。ルシの王座、スノーが向かった場所です。ひとたび夢を見ろ。
話にならない。読まれる。